はいどうも、神山です。今回はカフェユニングルにお邪魔しております。今回ですね、パルミックスの皆さんとコラボをさせていただきます。何をやるかというと、いろいろなゲームをやるんですけどもまだどっちか決めてないからね、この時点で言わないっていうのがね、やっぱりね、大正解なんじゃないかなってね、起点がね、やっぱ起点が違いますから。じゃあ今回のゲストの皆さんをご紹介します。ハッパーチャンネル、マウンテンチャンネル、パルミックスの皆さんでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はそのゲーム、はい、なんかいろんな僕の見慣れないゲームを持ってきていただいたということでやらせていただきます。どうしましょうね、どっちがどっちとかまた決めてないですもんね。そうですよね。じゃあもうどっちのバージョンも取っておきましょう。神山ちゃんの方ですね、ミューレンソーというゲームをねやらせていただこうと思います。全くね、聞き慣れないゲームなんですけど、どんなゲームなんでしょう。一応、まあ今回神山さんと、まあ役者とミュージシャンというところがあるので、はいはい、ちょっと音楽系に特化したなんかゲームないかなっていうのを探して見てきたんで、はい、ありがとうございます。はい、まあなんか結構なんかね、さっきちょろっとね、お話、ルール見せてもらったんですけど、複雑だし、自由度高いという感じなので、かなりどうなるのかわからないですけども、これから頑張って撮っていこうと思います。よろしくお願いします。では、ニューレースをやっていきます。はい、よいしょ。お、はい、まあルールを説明します。はい、83枚の存在しない楽曲のカードが、はい、ここには歌手名、愛名、CDとあと曲の時間が書いているんですけれども、親の人が山札から5枚引きまして、この曲の中から1つを選んで、その曲を1分間で作ります。で、その1分後に作った曲を口で表現しまして、残ったこの3人はトークもしながら今の曲はどれだったのかっていうのを連想していって選ぶんです。もその選んだカードがばらけてしまった場合、全員がばらけてしまった場合はこの選ばれたカードは親がもらうことができる。そしてもし全員が例えばこれってなった場合、もらうことはできずに流れる5枚カードを得た人が勝ちです。はい、一番最初だから神じくり、最初はグーじゃけぽい。おーい、俺なんか一人で抜けるな。最初はグーじゃけぽい。はい、行こうだね。ほい、フラグ最終回の前に、ほい、あいこい、ほい、あいこい、よしよし。はい、なんか全て邦楽っぽいですね。そうですね、1分間、はい、シンキングタイムと作曲タイム、はい、そういうの結構ありますよね、なんとなく。これだったらこんな感じだろうみたいなのがあって、これ全く中身が想像できない、結構その1個あるんですよね。なんて読むのか、なかなか難しいなっていう。結構分かりやすいのがこのみんなすり合わせられるんじゃない。グループ名なんか歌手名、歌手名、どっちがどっちか分かってないですね。下が歌手名です、ね、あ、なるほどなるほど。なんだけどなんか結構気をてらってる名前そうですね、はい、名前多い、ね、絶対高円寺でやってるんですね。やりたいと思います。はい、なるほど、はい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 、なるほど。おい、まあ、全くもうあ、まあでも俺は分かりました。っぽいのはなんかあるかなって。いや、まあでも2択だけどこっちかなっていう。僕は結構ファーストインプレッションでそれなんですけど、たださっき覚えるためにちょっとやったじゃないですか、はいはい、そのやった時に一回待てれなかったんですよ全部えってなったんですよ。あ、これでしょ、えっていう感じだったから根本的に全然当たり前が違うんじゃないか説もあるんですよね。確かに、はい、通じ合えないこれでもね、なんだろうな、いや今のイントロって多分まあ年代的にはまあそんなに最新ではないじゃないかなっていうね、感じがあるんですよ。そもそも今のはイントロっていう認識で皆さん大丈夫？俺はそう思ってました。勝手に指さしますか。はい、せーの。おーですよね。ですね。ですよね。はいはい。はい、というわけでこれは流れます。で、多分これだったんでしょ。これです。ああ。俺これはこれと悩んでます。ですよね。そう、もしかしたらあるかも。これはあるけど。ハウスダンスみたいな感じだったから、多分ね、ハウスだとパリピ、そして夏、海水浴、ああ、そういうことっていうことです。あと、電子音楽とも書いてるんですよね。電子楽器による仮想的海水浴的。あ、じゃあ次、はい、私ですね。あれそんなに混ざってない説もない。なるほど。なるほどですね。はい。じゃあ、いきますよ。はい。これはどうなんですか。うん、さっきやったやつ一緒。そうですね、ジャンルがでも分かれるっちゃ分かれるんですよね。うんうん、
わかりやすい。しかしいのもおかしい。迷いそうなのがあります。季節的なところが。難しい。難しいな。明らかに、いやでもな、やっぱジャンルが。よし。おじゃあ曲流しますよ。ということですね。今のエレキギターの音です。後ろでドラムも鳴ってますね。それでいくとこれかなっていう。今出てきた。俺もこれかなっていうのはなんか出てきたな。でもな、まあ、迷わせようと思えば迷わせられる。そうなんです。てかやっぱ深く考えれば考えるだけこれもあるなって思っちゃう。いやそうなんです、それなんですよ。結構人にもよるんじゃないですかね。そうに思ったまま行ったの方がいいのかもしれない。うわー、俺外れそう。俺だけなんか違うのやりそうだな。俺ちなみに結構深読みしてだった感じです、どちらかというと。迷わせてくる。じゃあ行きますよ、はい、せーの。あこれってことですね。なるほどなるほど。リサさんがずれた。ってなると1個もらえるんですか。両方もらえます。両方もらえる。しかもちなみにこいつです。あそっか。これとこれで迷いました。俺これとこれで迷ってました。俺も夏っぽさを感じたんで、どっちかかなっていう。そうですよね、確かに。そういや実際この3つで考えました。あ、ね、ぽいやつどれか共通するとしたらみたいな感じで。確かにそれではなかった。そうなんですよ。でこれが出ると、はい、これプラス2点。あそうです。じゃあもうきついな。じゃあ歌作るっていうのはね、俺たちにとっては。いきますよ、作曲タイムスタート。金髪ですね、これ ね、言ってることがね、言ってることが夜が足りない、スロースローですからね。こっちまで2回も消すんだよな。なんかモノクロも、モノクロも、うん、楽器とかじゃなくて、もうメロディーとかに頑張って、難しいですね。そうですね、まあこれだったらこれだろうみたいなのはないですよ。分かんないな。てーてーてれてれてーてーてー、これ、はい、俺めっちゃ分かりましたよ。これかな。いや分かんない。これでなんかもう全然違ってたら、もう俺はもう人を信じる。いや俺分かりましたよ。俺はいける。いや、まあ、俺は大丈夫です、ね、俺も行けます。どうです、私迷ってますけど。やばい、やばい。いや、まあこれでいって。俺の中で今、あ、私これでいって。そう、名盤の予感が名盤の予感がした。あ、持ってるかもしれない。だからやめてくれやめてくれ感じだったから。いきますか、じゃあ、ね、せーの。あれ違った。全員違う。あれリサさんは私これ全然違う。ということは全部もらう。全部もらう。これ全部もらう。ちなみにどれだろう。これですよね。あですよね。そう、こっちの2つだから。俺なんかね、みんなの歌っぽさを感じてしまった。なんか本の音で多分でてて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 てこういう顔してるんでしょ。大体こういう顔してるんだな。そう、優しいのがね、どういうメロなのかみたいな、まあ、ジャンル的には多分でも結構ばらけれるかなっていうのは、俺の中では。だからその最初の音が何なのか、それともメロディーなのか、イントロなのか、これって質問してもいいんだよね、きっとね。だからそれ辺が分かれば、これは分かるかもしれないなっていう感じかな。どうだろうな。いや、むずいなー、これ。いきますよ。テレレテレテレレテレ。これ、質問してもいいですか。どうぞ。これ、メロディーですか。メロディーでもあります。メロディーでもある。違うの。まあ、ね、イントロでもこのフレーズみたいなのは近いのは入ってる。おぶりみたいな感じなのね。だとしたら、まあ多分俺はこれだと思う。テンポ感。私方が寄りじゃない。まあまあでも、まあ、ここ以上すり合わせることは不可能だもんね、きっとね。みんな違いそうと思います。うん、はい、せーの。なので、まあ、ずれたんで、僕はもらう。僕は夜が足りない。やっぱり。おー、そうなんだ。これとこれ。これとこれで悩んでて、でも上山さん、今の質問で。そうそうそう。多分、あれなんですよ。メロディーラインがちょっと洋っぽかったというか。こっち選ぶと思って、こっちに行ったら。あ、よかった。ありがたい。うん。リサさんだけ取れてません。そうですね。一周しました。今のとこ、0、2、3、2です。うわ、2周目くんのか。3枚。もし3枚取ったら、そこで。そこで。うん、俺が打ちますからね。はい、うわ、なるほどね。こちらせてんな、こいつな。
歌声を作らせたんですね。でもアイドルソングっぽさがちょっとタッチを見せてくるのが欲しいですね。同じ画材で描くな、アルバムをここまで同じ画材でジャケット描くんじゃねえ。同じ時期まで描いてたんですよ。いや、そうなんですね、確かにそうですね。ここの2つはネット世代によりますね。ネット世代か。なるほどね。そのピアノとかそういうのがないんですよね。見はずいっすね。ドゥン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 。今のってメロディー、イントロ。じゃあどっちかかな。俺は固まりました。一つの質問だけで俺の中ではこれだろうな。はピアノが入ってくる感じ。なるほどね。あれなんですよ、アドワシだなっていうね。そのなんかその、なんかね、結構あの裏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 を書いたり。あ、マジ書こうと思って。あ、なるほど、そういうこと。いきますよ、はい、せーの。あ、これどっちか、どっちか。あー、まあ確かにピアノとも言ったしな。ちなみに私はこれを。あー、それか。ここ3つで迷う、まあ、つもりでやりました。よかった。なんか新しいタイプが。あー、あ、もうできて。あ、全然大丈夫ですよ。じゃあいつでもいいですよ。ファー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 ですね。いやー、俺はこれ一択だな。これかなっていう。だちなみにそれこれもかなりあの深読みで言ってるんで、っていうことです。まあ、逆にでもそこに集まっちゃうかもなみたいな。はい、そう、そういうことですね。まあ、はい、でもまあ要はみんな集まればいいんで、これって思って、これって思ったやつに刺すのが一番いいと思うんですけど、ただ言うとしたら多分電子音っぽい感じ。今ここにある中で一番電子音っぽいやつを選べばいいんじゃないかな。あー、そういう考えか。あー、いやでも俺もそういう意味では使おうと思えば全部電子音楽使いそうだなとも思っちゃうんだよね。いきますよ、はい、せーの。この2つで迷わせたくてプラスこっちで。あいやでもこっちもすごい、こっちにも集まるだろうなと、だから言ってたと。というわけで、これ2つ、はい、4点目でございます。つまりリーチでございますね。つまり回ってきました、はい、回ってきました。でもこれで勝ちの可能性がある。そうですね、あ、一番3点持ってるそうですもんね。ていうかむしろ俺らは合わせなければ。なんかこいつはこれだな。うわ、もうこれきつ。ダーンダーンダダンダダンダンダダン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 みたいな。もう俺の頭の中の容量がパニックする。この中に目。絶対俺もなんか途中で言ってて、何言ってんの。1分かかります。はい、ちょっとですね、けどこれに関しては俺も指さされてもごめんなさいって言う。あ、なるほどなるほど。俺は分かったよ、これじゃないかなって。マジですか。俺は分かった。ここに合わせてった方がいいんじゃないかなっていう。あー、なるほど。まず売れるか売れないか考えましょう。はい、売れないんじゃないかなって考えます。うん、すごいあるよね。それすごいある。絶対これは売れない。俺も思った。売れない人作っちゃう。それで焦点合わせていこうかなって私は思ってる。じゃあ行きましょう。はい、せーの。あ、いや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 、これだって同じ視聴器に入ってます。いや、絶対これですよね。だってね、絶対だって今のだって絶対キングクリムゾンに影響受けてるもん。アパチョナルマウンテンチャンネル、See you next time!